皆さんこんにちは、ビビリの小林です。今回は自重トレーニングで背中を大きくしていく種目を3種目ご紹介していきます。はじめにそれ自重じゃないじゃんって言われるかもしれないですけど、背中のトレーニングはね、自重トレーニングとはいえ器具が必要になってきます。なぜかというと、どうしてもですね、筋肉を大きくしていくには全身性の原則、過負荷の原則といって、日常生活でかからないような強い負荷をかけていかないといけない。でしかもその負荷を慣れていくにつれて徐々に上げていかないと効率よく筋肉ってついてくれないんですね。特にこの背中を鍛えるためにはやっぱりね、自重のトレーニングといえど、それを可能にするための器具が必要になるケースっていうのはほとんどなんですね。まあなので、そんな紹介されてもできないよって思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、背中のトレーニングってそういうもんだと思うんでね、参考にしていただければと思います。でまず1種目目は全く器具がなくてもできちゃう種目なんですけども、バックミドーという種目です。詳しいやり方は別の動画で紹介しているので、そちらをご覧いただければと思うんですけども、これは肘でね、床を押す動作で負荷をかけていくので、特にね、器具はいりません。自重でね、気軽に背中を鍛えるのはいい種目ですので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。種目目は斜め懸垂ですね。英語だとインバーテッドローと言ったりしますけれども、腕のね、自重トレの動画で出てきましたディッピングバーなんかを使っていただくとすごいやりやすいので、そういう意味でもね、ディッピングバーはね、買っておいていただいて損はないかなと思います。まあ、こういう感じでね、ディッピングバーを置いといていただいて、でという感じでやっていただくと、すごい簡単にですね、斜め懸垂、インバーテッドローできますので、ぜひぜひね、このディッピングバー買っておいていただけるといいんじゃないかなと思います。まあそこまでするのはなという方は、まあ、机なんかでもできたりするんですけども、ディップスの時と同じように家具でやると、最悪の場合ね、バランスを崩して机がひっくり返っちゃったりとか、足が折れちゃったりとかね、そういうので事故につながる危険性があるので、おすすめはしません。こういう器具を使ってやっていただくのをおすすめします。そして最後3種目目は、なんといっても懸垂ですね。懸垂やっていただければ、もう背中は間違いないかなと思います。自重でも、ね、トップクラスのきついトレーニングなので、ジムに通ってトレーニングをしている方、まあ、特に男性でも自重での懸垂全然できないっていう方が多かったりとかね、するぐらい、実は懸垂ってきついトレーニングで、それだけ広背筋を中心とした背中の筋肉を大きくしていくのに非常に効果的な種目です。でこの懸垂もチンニングスタンドという器具をね、購入していただければ自宅でもできるようになります。まあ8000円ぐらいかな、安いのだと。まあもうちょっといいやつになると1万5000円とか2万円近くするものもあったりするんですが、チンニングスタンド、まあ、ディップスもね、一緒にできるようになっているものも、ね、あったりするので、そういうものをね、探して買っていただくと、本当にね、もう上半身のトレーニングはディップスと懸垂だけやっておけば間違いないので、そういう意味でも思い切ってね、ディッピングバーもいいですし、チンニングスタンド買っていただけると、本当にね、それだけで上半身のトレーニングの効率がぐんとアップしますので、ぜひぜひね、購入を検討していただければと思います。懸垂のやり方はね、別の動画で解説してますので、そちらをご覧いただければと思います。ということで、今回は自重で背中を鍛えるトレーニング3種目ご紹介させていただきました。どうしても背中はね、器具が必要になってくるトレーニングが多いので、自重といえどね、ちょっと器具を購入する必要が出てきたりするんですけども、まあそれだけね、強くおすすめできる種目をご紹介させていただきましたので、ぜひぜひね、チャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。